真で脱発こんな風に反らすと親も思ってないと思います。どうもこんにちは、ケビンです。トモタケです。山です。本日はケビンの音読力チェックよっ。はい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 。ケビンってさ、とても日本語が流暢じゃない、普通に俺たちと一緒じゃない、基本は。そうね、喋ってる感じは。まあ、基本はね、基本は。多分その、見てくださってる方も、まあ、ケビンはもう100点満点の日本語だと、いうふうに多分認識していただいてると思うんですわ。そう思っちゃう人もいると思う、中には。なんですが、はい、があの僕らみたいにこの一緒にね、よくいると結構面白い事件が起きることがあるんですわ、でも特にそれがケビンが読むとき、なるほど、まあ、書くときもなんだけど、なるほど、自分で喋るんじゃなくて何かを読むときがしょうがないんだけれども、あるじゃんと思うんですわ。はいはいはい、どうですか。いやーちょっとね、何を言ってるか分かんないですね。絶対できちゃう。あの、大丈夫ですよ。余裕ですか。だって普通に喋ってるじゃない。そう、喋ってるよな。ね、余裕で言う、全然そうなんだよ。じゃあ普通に読めるんじゃない。じゃあこれでいいですよ、やってみましょうよ。やってみますか。自信はあるんだ、結構。じゃあまだあるよ。まあ、まああります。じゃあちょっとね、用意しましたので文章を、はい、まあ、一応そのね、私たち普通に大学卒業しているじゃないですか、でもあのセンター試験の国語の、文章を、読んでいただきまして、なるほど、あのどんな感じですかねっていうところ。なるほど、任せなさい。そんなすごい難しい文章なわけじゃない、いや、そうだよね、なんか中学生の方が、高校生の、高校生か、高校生の、ね、方がね、読むっていう感じだね。もう私高校日本にいましたし、そうだね、大学も卒業しました、大学も卒業しましたし、ね、全然あの問題ないんじゃないでしょうか、はい、ではこちらですね、こちらの文章を用意していただいたようで、最近のサンセンター試験かな。そうだね、国語の問題です。なるほど、はい、じゃあまあ行かせていただきますので、はい、よろしくお願いします。問い2。第2ですね、すみません、第2です、はい、第2問。次の文章は原田美樹影、これは今読み仮名ついてます。これ読み仮名結構ついてるんですね。そうですね、あ、まあ、なおさら、うん、なおさら読みやすい、なおさらいける、原田美樹影括弧1948年発表の一節である。これを読んで、後の問い、問い1から6に答え。なお、設問の都合で文章の本文の上に行数を付してやる。かっこ、配点50。では、本題に入らせていただきます。よろしくお願いします。私は、1944年の秋に妻を失ったが、ごく数年の事故へ送った死亡通知の他に、満州にいる魚吉へもはがきを差し出していた。妻を失った私は悔やみ状が来るたびに丁寧に酔い返し、仏壇のほとりにお唱えていた。悶絶型の悔やみ状であっても、それにはそれまでまた悔いにいる者の心を清めてくれるものだったが、漢字とかじゃないんだろうね。本土空襲もようやく切迫しかかった頃のことで、出した死亡通知に何の返事も来ない、ものもあった。出したはずの通知にまだ返事が来ないという些細なことも私にとってはと私にとっては屈折気にかかるのであったが、妻の死を知って本当に悲しみを分かってくれる、だろうと思えた。確認だけど、はい、大丈夫じゃないから、みんな分かった、みんな分かったかな。そう、でもこの文章、あの
これなんですわ。皆さんがきっと見たことなかったこのケビンが読んでる時のやつ、うん、よくあるやつはこれな、これですよね。なるほど、うん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 、私が分かんないのは、まあ、漢字はもちろんね、うんうん、あれだけど、これどこで区切るかも全く分かんないよね。そう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 、そのどこまで読んで一回止まればいいか分かんないの、うん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 、だからその変なところで区切れちゃうんだろうな、うん、っていうの思うの。それが結構なんていうのかな、あ、そういうところが突っかかるんだって確かにね思うところなんだよね。じゃあ読み始めます、うんうん、その場で読めって言われたら、うんうん、もう本当に美しく読むのであれば目で先を追って何が書いてるかを理解してどこで止めるかを計算して読むみたいな感じなんだ、うん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 、そうしないと読めないの。英語さ、なんかそのコンジャンクションがあるわけよ。そうだね。 I went to the supermarket when 何々何々、うん、その、うん、when が入るからここはコンジャンクションで一つのブロックなんだよ、分かるわけ、うんうんうん、日本語はないのこれが。いや確かに、ね、それがなくない。確かに確かに。どうやってこの区切るところを逆に分かんの俺は。例えばさっきやったらなんかこの悲しみを分かってくれるだろうと思えた、分かってくれるだろうと思えた川瀬成吉です成吉、うん、ってみたいなさ、うん、文章をさ、例えば分かってくれるだ、分かってくれるだろうと思うみたいな、そのそうなるんだよね。長すぎてひらがなが、あ漢字ひらがなみたいな、うんうんうん、じゃあこの出したはずの、うん、なら分かるのかな、漢字とひらがながこういい具合にこう来てくれたら、なるほど、出したはずの通知にまだ返事が来ないっていうこの分かるんだけど、スラッシュが入る場所が分かる。そう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 、すごくねビジュアル的に分かるの。なるほど。だけどこのひらがなが続きすぎると、その悲しみを分かってくれるだろうとも思えた。だからこのうわーってなるの、ひらがな多すぎてふわーってなってくるの、分かんないのよどこで切ればいいのか。だってケビンはさ、自分で話すときは全然突っかからないわけじゃん、うん、分かってくれるだろうと思えたケビンですとかはさ言えるわけじゃん、うん、言える、いや言える言える、なんか、うん、でも読もうと思うとそのどこで切るか分かんないっていうさ、うん、そうね、感じなんだもんね。そうなんですよ。ってことはケビンはできないということで。できない、できないわけではない。できないわけではない。普通に読めてた。で、あの、で、あの、で、思うケビンやった。で、思うケビンやった。困るときある？いや、あるよ。もう今はさ、うん、もうそういう状況から逃れるようにさ、生きてるからさ、うん、あんまないけど、うん、まあそのほら、もちろん丸読みだとかあったじゃないですか。授業でね、一文ずつ読んで、こうやるやつね。もうそれとか最悪だったよね、本当に。地獄だった。地獄だった。これもう TikTok にしてるけどさ、この丸読みが怖くて、みたいな。もともと嫌だよ。くるくるくるみたいな。で、なんか、で、なんかその間違い。大爆笑みたいな。先生いじるみたいな。はいはい。それちょっと嫌だね、確かにね。そうそうそう。また現れるってなるよね。なる。あれは何の意味があるのかなと思ってた。すごく。あ私ね、あの読みながら意味を理解できない。ああ、え、今もそう。あ、そうなんだ。何も理解してなかったの。なるほど。今読んだ文章。そう。あ、まあ、これ、ポッドキャストで言ったんだけどさ、うん、口で、口でこの発する、うんうん、理解するっていうのを同時にできなくて、日本語で。今これ読んだの、何一つ入ってきてない。読むことに集中しすぎて、あ、もう意味が分かってないの。目の前のひらがなを処理してるだけというか、そういう状態なんだよ、脳は。だから何も分かんなかった。俺なんか書いたり読んだりするの俺は好きだからさ、うんうんうん、文字タイプなの結構。そうだね。そのノリでこうケビンにいろいろ伝えようとする思ってる以上にそのこの感じじゃん、うん、より全然伝わらないみたいな、うんうん、あそこかってなる時あるよね、うんうん、それ結構さ、そうそうそう、意外だから多分、うん、そう、不思議。今日それを見せられたんじゃないでしょうか。ケビンの喋りの日本語力に比べて、うんうん、その読むのがなんか意外にも苦手な時があるっていうか、うん、はい、うんうん、そうね、そうだよ、そうね。子供向けの本だったらさ、うん、めっちゃスラスラ読めたりするから。でもさ、子供向けってひらがなだらけだよ、ひらがな。ちょっと読んでみるわ、うん、絵本で。漢字があった方がさ、読める逆にね。一番、そうだね、すごく自分がもう完璧に理解してる、もう小学生レベルの漢字とひらがなのみだったら、はいはいはい、一番いけるのかもね。じゃあちょっと一回絵本を読んでいきたいなと思います。はい、始まり始まり、注文の多い料理店よ。2人の若い紳士が休日に獣を狩ろうとして過ごそうとしたピカピカの
鉄砲を持って合ってるのが不思議なんだ山の中を歩いていました。案内人の獣狩りもどこかへ行ってしまい、東京から連れてきた2匹の犬も泡を吹いて死んでしまうくらいすごい山奥でした。チェッ、高かったのにえらい被害だ。死んだ犬を見て一人が言おうと、もう一人は獲物もないしもう帰ろうと言い始めました。そうだな、それじゃあ切り上げよう、宿で山鳥でも買えばいいさ。二人は狩りをやめて帰ることにしました。ところがあまりに遠くに来たので戻る道が分かりません。風はドゥドゥ、草はザワザワ、寒いし腹が減ったな、いい加減歩き疲れたよ。ふと見ると立派な西洋風の家が一軒建っていました。玄関には西洋料理店山猫屋と看板があります。おや、こんな山奥に本格レストランかね。意外に思った2人が入り口に立つと、ドアは金文字でどなたもどうかお入りください、決してご遠慮はいりませんと書いてあります。はいはいはい、なるほどね。結構読めるんじゃないですか、まあ、読め、うん、上手、うん、ね、そうだね、あの読み聞かせが上手だよね。そうだね、あ、感情移入、それはすごいやりますね。演劇部だからね。そうだね、そうだね、演劇部だから、演劇部出身だから、ね、これは結構その漢字とひらがなの入り乱れ方がすごくちょうどよかった気がするな。ちょうどいいんだ、読みやすかったから。でもさ、あの山ちゃんもさ、あの気づいてると思うんだけどさ、漢字は結構読めてない。違うね。もしかしたら読めてると思ってるかもしれない。読めてないですか。もうでもそのすごい、そのさ、今度不思議なのは、あの読めてないけど読めてんだよね。その意味は合ってる。意味は合ってる。多分本当さ、ぼんやり漢字のフォルムで意味を捉えてんだろうなって思うっていうか。この獣狩りとかでしょ。そう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 。どうせね。それも狩りっぽいのはわかるんだ。獣を狩るみたいなね、漢字のね、意味だろうね。二人は例えば漁をやめてって書いてあるけど、ケビンはその狩りをやめてって読んでるとか、そのでもさ、どっちもさ、はいはい、一緒じゃない、そのニュアンス的には、うんうんうん、一緒ですな。で、多分この漠然となんかこういうやつって思ってる。そう、あるある、うんうんうん、熟語で覚えてるんだよ、うんうん、この熟語でこの感じ出てきたな、うんうんうん、多分こういう意味だろうみたいな感じで覚えてる。だからなんか間違ってんだけど、その意味は合ってる、うんうん、っていうところがすごく多くて。そうね、でそれもなんか多分で、その喋れるけど読めないっていう、はいはいはい、まあなんかこう多分喋りに特化したこうなんかなんだろうな。そうだね、そうなんだと思うな、身につき方がね、うん、不思議な状態ですよ、うん、ね、うん、本当に、うんうんうん、まさかね、そんなね、こんな風に反らすとも親も思ってないと思いますいやいや、でも今日ちょっと見せられてよかったな。いや、本当本当そうだね、うん、そう、やっぱその面白いって正直思ってて、バカにしてますね。いや、バカにしてるじゃない、バカにしてるじゃなくて、そのなんでって思うのやっぱ、はいはいはい、そういう意味じゃなくて、全然そういうことじゃなくて、そうそうそう、めちゃめちゃ面白いバカにしてるのバカにされてる気がするんだよ。バカにしてない、あ、そうにしてないんだ。いや、そのほんと基本はすごいっていうのがあるからあ、その基本リスペクトはあるよねと、普通に考えてすごいんだけど、だって俺は英語そんな風に読めないから、はいはいはい、だからすごいんだけど、そのにしても面白いまあ、わかりましたよ、うん、まあいい、楽しんでいただけたらな、いいギャップが良かったですよ、いいギャップが見せられたんじゃないですか。そうですね、うんうんうん、そう、読みは全然できませんよと、そう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 、いうことでございました。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあねー。